ちょうちゃんさんこんばんは。やすべさんこんばんは。きんさんこんばんは。パパトミーさんこんばんは。ひよさんこんばんは。たこさんこんばんは。いなみさんハート100個ありがとうございます。あ、いきめさんこんばんは。かあちゃんさんお疲れ様です。のっぴーさんこんばんは。あ、スヌーピー好きなんですか。確かにかわいい。いや、もうスヌーピーのねカチューシャね欲しいんですよ。つけてねユニバ行きたいんです。そういう気分でね、もう最近学校でずっとねユニバ行きたいユニバ行きたいユニバ行きたいってずっと言ってるんですけど、口癖がユニバ行きたいみたいな感じ。小福さんこんばんは。島次郎さんこんばんは。リータンさんこんばんは。なべちゃんさんこんばんは。ユニバ休園中。そうなんですよね、結構、しかも3月の十何日とか割と結構そう。とよちゃんさんこんばんは。リーダーさん初見です、ありがとうございます。 ST48 2期研究生の池田ゆらです。ぜひハートピンクにしてください。ルームフォローお願いします。もぼめよかったタグをつけてお返事を書きます。お、ありがとうございます。そう、見てるんですよ。そう、見てますよ、どっちも。そう、いつもね、もう毎回、もう毎回のメールにね、書いてくださってることとか。そう、ありがとうございます。まださっきかもやけど手紙書きます。お、待ってます、クロちゃんさん。ゆららってキャラクターが好き。え、そんなキャラクターあるんですか。初めて知った。マスオさんこんばんは。早くプレゼント送りたい。うん、ありがとうございます。私は公園に行きたい。うん、そういうのもね、早く公園やりたいです。でもね、今ちょっとあれですけど、はい。 N104 さんこんばんは。早くしっかりと池田ちゃんに会いたいね。私も会いたいです、皆さん。うん、握手会さ一回もできて ないじゃないですか。え、ちょっと待って、あの2月8日にさ、あのゆらの誕生日の日に握手会がさ延期になったやつってさ、あれもコロナウイルスだったっけ。 あの時代からコロナだっけ。あれ、うん、N164 さんこんばんは。言ったかな。ちょっと、やすべさん50カウントありがとうございます。岩沢さんこんばんは、お疲れ様です。公演内から18日の僕だよ、繰り返し見ても、ありがとうございます。栃木のスーさんこんばんは。ゆらちゃんこんばんは。栃木のスーさんありがとうございます。いずちゃさんこんばんは。コロナか、あれからコロナか。そっか、もう1ヶ月以上コロナで握手会が延期なの。そっかそういうことかな。おお、はい、大変だ。貯金スルーか、ちょっとスルーしちゃった。ごめんなさい。もう1ヶ月も延期になってるんだね。マスオさん50カウントありがとうございます。流しの握手会にに行ったかも。ん？流しの握手会？公園のやつ？え？なんだろう。流しなんだろう。握手会が待ち遠しい、会いたいね。早くできる
費用。2月に入ってからコロナで、あ、そうか。そうか。栄作さん、晩は。スルーされました、小声。ごめんなさい。でも再販されたやつの握手券追加できる。ちょっとあれあるんですかね、なんか押し増しみたいなやつあるのかな。まだでも握手会がこれからね、いつまたできるようになるかちょっとわからないんですけど、めちゃくちゃ池田ちゃんロスよね。 ありがとうございます。でもね、ショールームはね、いつもね、ショールームでもお話できてるので、でもその公演とか、そう握手とか、その直接会うことがね、今ちょっとできないんですけど、悲しいですね。悲しいです。ゆあちゃんに早く会いたいよね、私もね、公演とかね、握手とかで会いたいですけど。こんばんは、今日の服を教えてください。今日の服はね、もう普通のパーカーです、黒の。ちょっとこれは今シートベルトをしてるんですけど、はい、黒のパーカーに、下はズボン、ズボンに靴。あ、靴でも新しく買ったって言った靴履いてますよ。ともあきさん、こんばんは。可愛い、好きです。ありがとうございます、ゆすたるさん。あ、そう、もう風邪気味です。全然風邪気味。全然風邪気味っていうか、普通にずっと続いてるんですけど。そう、今日はどこからですか？今日は車からです。車から配信。さとしさん、こんばんは。車配信ですね。握手会よりも実は公演派。あ、そうなんですね。でも公演もめっちゃ好きです。握手会っていうのをまだやったことがないので、そのまあそういう感じで言ったら、そう、お見送りとか、あとエディオンの時のあれとかしかないから。そうなんですよ。実際に握手したことあるのは多分1回ですよね、多分。ですよね。販売してた時は何メンバーだろう、しか買ってないから再販あればいろいろなの買いたい。再販あってほしい。押し増しみたいなのできてほしいです。シートベルトがアクセントの私服。まあ車から配信だから、まあシートベルトが、まあそうですね。クロちゃんさん、50カウントありがとうございます。マスクはどうしたの？どうしたのって何？ちょっと大きいんですよ、これ。はい、多分大人用マスクなんでってことですかよね。 めっちゃ大きいんですよ、これ。こうやったらなんかこうボーンってなるです。カズリンさん、こんばんは。そう、なんかもらったマスクがこの大きいのしかなくて。ちなみにモバメの返信、ハッシュタグゆらたの分、どっちも見てますよ。モバメの返信の方は、あれ、マネージャーさんから送られてくるから、そう、送ってもらってるんで、それで見てます。はい。今日もね、マネージャーさんが送ってくださって見ました。ありがとうございます。そう。いうハッシュタグの方も見てるので、どっちも見てますよ。ありがとうございます。
トマキさん、50キロちゃん完了ありがとうございます。エディオンでの握手が本当に懐かしいってね、懐かしいですね。ねえ、確かに。 NH64 さん50カウントありがとうございます。握手したことない、あ、本当ですか。講師さんこんばんは。ダメダメ、体調大丈夫ですか。そう、ちょっとしんどいんですよね。だけどまあ大丈夫ですでも多分ね、その涙目っていうのもね、多分ちょっとキラキラをつけてるんですよ。だからそれ反射してなのかなと思ったり、あとそれかユラの目が潤ってるかかなり返事遅れてごめん。全然大丈夫ですよ、ありがとうございますね、みんないつも書いてくださって。小顔効果なマスクえ、違う、普通に大人用マスクなんです。小顔に見える？うんゆらちゃん小顔だから子供用マスクがいいえ、でもなんか子供用マスク、え、いつも使ってんのはなんか女性子供用みたいなやつです。そう、友達から聞いたんだけど、メゾンドフルールのなんだろうこれ、持ってるって本当なんでそのなんか深刻みたいな感じなんですか。なんか深刻じゃない持って、うん、あのメゾンドフルールのカバン持ってますよ。なんかと なんだろう普通のカバンなんか深刻じゃない深刻やん、なんかじわっと。ちょうちゃんさん今度返信、あ、ありがとうございます、待ってます。イスタヤさん50、ゆらちゃん完了ありがとうございます。イスタヤさんありがとうございます。50ゆらちゃん、むっちゃんさん51件完了ありがとうございます。こんりゅうさんこんばん、そう車配信ですよ。まだ握手したことがない、握手したいです。あの時にすごく喜んでくれたのめちゃくちゃ思い出、そうめっちゃ嬉しいんですよ本当に。もうこうやってね、なもう結構そういつも見に来てくださってる方とお会いするのはね嬉しいです。そう、何々ですとかね言ってもらえると、あー何々さんだーみたいな感じになるので、そう嬉しいですよ。フリルとかリボン好き、うん好きです。最近ね、どんどんね好きがね増してってますよ、フリルとかリボンとか。そうなんかついついね選んじゃうっていうか目に留まっちゃうんですよ、服とかそういうリボンとかのフリルとか、ホタテみたいなのが好きだから、そうリボンとか好きです、可愛いね。あ、いけてますね、ありがとうございますハイタッチもした、え、嘘、したことない、嘘、本当に、え、そうかな、N164 さん、そう、え、嘘そうかな、したことある気がするんだけど小顔に見えるも何も、池田ちゃん、池田ティアンは小顔だよ、ありがとうございますもうモヒカンダイナソーさん、だるま100個ありがとうございます。ゆらちゃんに会いたい、ゆらちゃんに会いたい、私も会いたいです。お、あれも、池田ちゃん可愛いって、え、本当ですか、嬉しいですそう、皆さんに結構言われたのはね、なんか思ったよりね身長が低いって言われました。思ったよりって言うと高く見えるんですかね、身長低いねみたいな感じで言われました、結構。そう、あとなんか実物の方が可愛いって
言われた。嬉しい。なので皆さん会いに来てください。次会える機会がまたあったら。自分で言ったっていうね、ちょっとやばいけど。でも言われたんですよ、本当に。本当に多分ね、5回にね、5人にね、1人の方ぐらいの感じには言ってもらったかなって思います、それ。で、本当ですか？嬉しい、本当って言ってた。1回も会えてないって、会いたいですね。まこっちゃんさん、こんばんは。俺、名乗ってないの。なんだろう、これ。昔からホタテみたいな服が好きな。なんかね、ゆらね、時期、なんか時期によって違うんですよね。なんか幼稚園とか、その時代、幼稚園、保育園とか、そういう、学校に、小学校に上がる前とかは、そういうリボンとか好きで、水色もその時好きで、ランドセル水色にしたかったんですけど、でも、なんか赤にしろ、みたいな感じで、でも赤になって、なんか、多分そのずっと赤って使えるからかなと思って、まあランドセル赤だったんですけど、水色とか好きで、結構その小学校上がる前はそういう今好きなような感じの服も好きだったんですけど、なんか結構小学校の高学年になるにつれて、ちょっとなんか大人っぽい服を着たいなと思って、黒とかが多くなって、中学校の時はね、中学校の時は、どんなんだ、でも中学校の時もなんか大人っぽくなりたかったんですよ、その時は。で、いろいろ着たりしてて、だけど、スクールに入ってからちょっといろいろ服の系統も変えるようになって、そのスクールに入ってからいろんな服を着だして、で、今は結構可愛い服を着ます。可愛い服を好んでる。なんか、そう。まあ、せっかくね、女子に生まれたんで、まあ女子っぽい格好をしていこうっていうことで。はい。でもね、かっこいい感じの服も好きなので、まあ日によってですね。はい。気分によって服を変えたいと思います。そう、だってさ、そんな、なんだ、いろんな服をね、試したいじゃないですか、やっぱり。なので。お、モバメ来て衣装に合ってる。ありがとうございます。イエイ。マスクしててもかわいい。ありがとうございます。嬉しいです。そう、千穂さんの衣装めっちゃ嬉しかった。もうテンション爆上げって感じでした。もうほんまに嬉しそう、笑。握手会で実際にお会いするの楽しみしてますね。私もお会いしたいです。あ、なんで持ってないのすぐに分かる。だってなんか特徴を言われて、そしたらもうなんか、ドンピシャな方がいたんで 絶対合ってると思って。電波の調子最悪ですか？マジで？大丈夫ですか？大丈夫じゃない？ゆら。ちょっと皆さん、どうですか？やばい？教えてほしい。やばいかな？電波。最悪やなって言われたんだけど、最悪。イエーイって おい、ゆすたるさん、ハート100個ありがとうございます。ギョダちゃんおしゃれな、嬉しい。 最近服ね、いろいろね、書いた、てか最近ね、また買ったんで、ワンピースとか。いで。そう。今、ちょっと、ふと思い出したんですけど、なんか皆さんありませんか？よく、机とかに肘こう置いてて、で、なんかこう、ガタンって落ちた時の肘の、なんて言うんだっけ、あれ。なんか、すごい、不思議な感じになるやつ。なんだっけ。なんだっけ、なんとかボーンみたいな。ハニ、な、なん、なんだっけ。わからんけど。池田ちゃんフード似合うから羨ましい。フードじゃちょっと被ってみようかな。フ
フード似合う、似合うとかあるの、フードって、フードって似合うとかあるんですか。あ、じゃあこれユラの大好きなスタイルでちょっとお送りしたいと思います。残りの時間、これユラの大好きなスタイル、もうこれで過ごしたいもんって感じで、こういう感じですこれでこうやって 寝たりするんです、移動時間とか。ポムちゃんさん、かわいい、ありがとうございます。ワンピースとか着てほしい。え、ワンピースいっぱい着たいんですよ。そう、ワンピースいっぱい着たいから、ワンピースね、めっちゃ好き。なんか普通のロングのワンピースもね、好きだしね、好きなんです。ともちんさん、こんばんは。寒いね、寒いですね。ねえ、すごい寝息、え、違う、なんていうの、吐息、分からん、聞こえてるけど誰か隣で寝て、あと寝てないですけど妹がいます、隣に、隣は妹がいます。ちょっと多分私がショールームをするので多分静かにしてくれてるんだと思います。そうということで、はい、お披露目公演で一瞬しか会ってないから初めまして、ちょっとでも一回会ってるから、そう、可愛く撮ってよかったうん、車です、車。たっくんさん、こんばんは。ほんまに池田ちゃんに会いたいね、もう会いたいですよ本当に。イスタさん、妹ちゃんこんばんは。妹ちゃんこんばんは。やばい、それしか言ってないってね、もうほんまに会いたいですよね。会いたい、会いたいです皆さん。え、もうマジだん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 悲しくなってくるよね。だってさ、公演もできなくなっちゃったしね、え、できると思ってた。もう車検詐欺にはちょっと乗りません、うん、だから車検ですって言わ、あ、じゃあ新ルール、車検ですって言ってスルー、もしスルーされたみたいな感じになった方は、あの、あれです、あ、僕は初見じゃないってことですみたいな感じで思ってください。はい妹ちゃんおいくつ、12歳ですね、中1ですね。はい、中1うん、もうあと5分、ありがとうございます。じゃあ2分前になったら壇上の方は読みたいと思います。でも握手会でも初見ですっていうマジフ握手会で初見って何妹ちゃんも STU に入ってよいや、妹はどうなんでしょうかね。妹は何になりたいのかちょっとよく私は分からないんですけど、将来の夢とかはどうなんでしょうかね。まあ、妹は妹がなりたいものを目指すんじゃないかなと思います。どうやらゆらちゃんに妹ちゃん先に会う気がする。え、本当ですか受ける妹ちゃん一押しあ
妹の将来の夢聞いたことないかも。最近聞いてないかも。喧嘩はしますか？喧嘩しますよ。でも最近めっちゃ仲いいんですよ。ちょっとでも仲いい方なんですよ、多分兄弟でも。もう最近めっちゃ仲いいです、ほんまに。そうそう、ゆらちゃんは神推しだよ。ありがとうございます。12歳って若すぎやろもう皆さんにも12歳の年はあったのでぜひ妹ちゃんと顔、どうなんだろう、わかんない。でもなんかね、知り合いとかにはね、なんか似てるって言われる時もあるし、全然似てないって言われる時もあるからよくわかんない。妹ちゃんも頑張れ。妹の応援もお願いします応援応援。モバイルの推しゆらちゃん、嬉しい、ありがとうございます。皆さんお願いします、よかったら。12歳の頃は俺も可愛かったよし、あ、皆さんギフトありがとうございます。ちょっと待って、急いで読ませてください。インドミさんハート、なんとかエモンさん、ちょ読めません、すいません。バラ、ありがとうございます。島次郎さん花束、モヒカンダイナソーさんだるま、ハート、ドメカンダイナソーさんハート、ノッピーさんハート、ヨシタルさんハート、島次郎さんハート、ヨシタルさんかわいい、モヒカンダイナソーさんバラ、ありがとうございます。皆さん、そして男女の方読みたいと思います。13位ノッピーさん、12位インナミさん、11位ヨシタルさん、10位大村さん、9位ゆきめさん、8位てっちゃんさん、7位栃木のスーさん、6位マスオさん、5位むっちゃんさん、4位島次郎さん、3位ちょうちゃんさん、2位のりさん、そして1位はトゥルッテン、モヒカンダイナソーさん、ありがとうございます。パチパチ、イエーイ、皆さんありがとうございました。明日も一日頑張りましょう。今日はちょっと短かったんですけど、ありがとうございました。おやすみなさい、皆さん。またね。ありがとうございます。今日も来てくださって。バイバーイ。バイバイ。バイバーイ。つって、キラキラしてる。イェイ。